はい先生こんにちは。カイロの本当のところの古谷です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて中野先生の横脚施術ハイパーメソッドセミナー DVD ですね、えー。本日は古谷のやってみました動画ということで。 えー、今日はですねちょっと私ドキドキしてるんですけども「応客矯正」をやってみましたということでこれ初じゃないかなと思うんですけどこの場でですね応客、えー、の方をですね、えー、中野先生の手法で、えー、改善してみようということでちょっとこれね期待されて動画を見られてると思うんですけど、えー、今日はですね、えー、あえて、えー、あえてですね 難しい方をお客で改善、中野先生の手法で改善していきたいと思います。男性の方でそしてちょっと固めなんですね中野先生は非常にこう分析も長けてらっしゃいますで。 その中野先生がちょっとこの方難しいんじゃないのという形で言われた方なんですけどもでもいけるよという感じで言われた方ですその方をですねあえて私がやってみてですねやはり中野先生の手法が素晴らしいと再現性があるところを皆さんに見ていただきたいと思います。でえとまあ中野先生の手法ですねえまあ基本的に手技もあるんですけどもここにちょっとありますけどもゴムですね えー、この応脚施術の矯正用ゴムをうまく使ってですね、えー、やっていく手法になります。でまあここが肝になるんですけども今日はですねまあ手技もやって でなおかつやっぱり結果も出さないといけませんのでこのゴムを使ってですねやるんですけどそのゴムのおを使ってやるっていうのは少しだけちょっとやっぱりお時間かかるのでそこの部分はあ、まあ、ちょっとカットというかあまあもちろんこれ DVD ね見ていただきたいんで中野先生がきっちりやったものを見ていただきたいんでそこをちょっと編集をさせていただきつつですね、えー、まあ手技はちょっとお見せします。で、えー、その後でまあちょっとゴムを巻くんですけどその部分はですねちょっと編集させていただいて、えー、もちろんビフォーアフ アを見ていただいてですねしっかりこの手法がですね再現性あるところを見ていただきたいと思いますはいでは早速なんですけどやっていきたいと思いますではお願いしますじゃあこちらの方に先にねビフォーの方ちょっと取っていきたいと思います、えー、この方ですね、えー、非常にあ見たことあると思うんですけどこの方のお客が非常に難しい えー、ちょっと見ていただきたいと思うんですけどやはりちょっと横脚気味ですよね。で、えー、実はですね、えー、これちょっと皆さん気づかれてると思うんですけどカメラで撮った場合ですねあまりちょっとこうね反応が見えづらいんです実は。で今日はですねやはりちょっとちゃんと見りたいんで分かっていただくようにえー ちょっとペンとですねメジャーを使ってちゃんとチェックしていきたいなというふうに思います。ちょっとすみません、前通りますね。よいしょ。えー、っとですね、えー、まあこの空間の調べ方、いろいろあると思います。あの、グ、えーっとを作ってね、拳とか入れる手法もあると思うんですけど、えー、っとちょっとそれよりもですね、もう、えー この膝とこの膝が近づいたら良くなっているということなので、そこの部分をちょっと測っていきたいと思います。で、ちょっとチェックをしていきますね。まずですね、ちょっと右足の方からチェックします。ちょっとちょうどこの辺りですね。ちょっとあんまりね、だししないようにね、えー、ごまかさないようにしますんでちゃんと。ちょっとまずここチェックしますね。よいしょ。ここチェックしときます。よいしょ。ここですね。ここで測りましたということで、ここですね。 で次ですねえー、っとちょうどではここにしましょうか、はい、ここにしましょうここですねここここですね、はい、でここでですねよいしょ、えー、0とおここでちょうどお22ですね22のおこの線ですねここに今ちょうど来るようになってます はい、ここですねこういう感じででえ狭まると間違いなくこのここにゼロポ,ゼロポイントを置くとですねこれが縮まるはずですということですよねはいそれちょっとチェックしていきますちょっと消えないようにちゃんとしときましょうよいしょよいしょねちゃんとしときましょうはいでは今からですね、えー、中野先生のちょっと手法と手技ですねをちょっと先にやっていきたいと思いますちょっとじゃ落としますねよいしょはい はい、あちょっと待ってくださいねよいしょではですねまずちょっとうつ伏せになっていただけますかこちらですね えっと、今からやる手法は特典の動画に入ってる手法なんですけどやり方等々はですねその得点動画の中で中野先生がきっちり説明していただいてますのでそちらの方を見てください私の方はやるだけでございますですのでやはりここはですねちゃんと説明を受けてやられた方がいいので私それちゃんと動画見てますのでできますので今からそれをやった後にゴムの矯正をしていきたいと ではちょっと左足からやっていきます。 多分、ね、何やってるかさっぱり分かんないと思いますいはい次ちょっと右足いきます これは中野先生のね理論に基づいたあ今主義なんですけどはいではですね今からですね、えー、肝になってくるですね「大客税率ハイパーメソッドセミナー」のですね肝になってくる部分ですねハイパーメソッドの肝になってくる部分を今からちょっとやっていきたいと思います。じゃあ今度また同じようにその場所を30%ですね今度は。 それで5秒間いきますはい、いきます1、2、3、4はい、その後今度は50%半分ぐらいの力で入れてくださいくはい、5、4、3、2、1はい、すみませんよいしょ、はい、いいですねさて、じゃあちょっと今から大丈夫ですかいいですはい、じゃあちょっと今から見ていきましょうか さてどうなってるでしょうか。ちょっとドキドキしております。えー、またじゃあ立っていただいてですね。よいしょ。えー、立っていただいて。さて、えー、拳っこむですね。はいこんな感じで。はい OK ですね。さてどうなってますでしょうか。見た目。さあ、あいいですか。 よろしいですか、ね、じゃあちょっと映像的にですね、えー、分かりにくいかもしれませんので僕的にはちょっと縮まってんじゃないかなと思うんですけどちょっとじゃあ今から見ていきますね、えー、こことここでしたよねはいこことはいはいここですね分かりますかさっき22でしたよね <laughs> すっげえ結果出てますねこれ。 ちょっとや,やばいぐらいに結果出てますねこれ分かりますか分かりますよねさっきここでしたよここここに来てたんですよここすごいですよねちょっとびっくりしますこれはすごいですよねちょっと見てください本当にすごい結果ですねこれだからえー、4センチぐらい 縮まったってことですよね多分映像でも見えるんじゃないですかねよくなってるのがね。はい、はい、ありがとうございますはい、えー、といとうことなんですけどもおありがとうございます、えー、今回、えー、ちょっと <laughs> もうドキドキしてたんですけどもおかなり結果が <laughs> 出ましたちょっと映像ではねあれかもしれませんけど4センチですね、えー、内側にまあえー。 内側にというか客多分見た目も変わってると思うんですけどあれぐらいい硬方ですね実はあの方は本当にいろんな手技をねやってもらったりもしてたらしいんですけど全然取れなくって今ちょっとすごく笑ってられますけども非常に結果が出ましたで、まあ、今回の「おおのね中野先生の手法っていうのは本当に今までなかったものだと思います。でまあ ツールですね、このゴムを使いますけども非常に効果が出やすくて、えーまあ、美脚ですねそういった方のお悩みですね女性の方なんか多いと思うんですけど 今日はね男性やりましたけれども非常にいい効果があるんじゃないかなと思いますそしてですね、えー、実はですねこの応脚応脚って言ってますけどこの施術法って実はですね例えば外が疲れやすいよ足の裏が疲れやすいふくらはぎ疲れやすいよという方とかも非常に効果がありますこれ中野先生のとこにも非常にそういう方が悩まなくなったと 立ってても痛くなくなったと電車で立ってても痛くなくなったとなんででしょうかっと応客の方が言われたらしいんですけれども当然です、えー、非常にバランスが良くなりますので、えー、ふくらはぎのつ、まあ、辛い方ですねそういった方が全くなくなっちゃうんですね立ち仕事の方なんかはとってもいいと思いますそういう意味でもこの応客施術ですね、えー、ハイパーメソッド今までにない手法だと思いますので、えー、ぜひですね先生このまあ、ゴムですね使ってですね、えー まあ、ラーニングっていう手法も使うんですけども d v d で見ていただいてですね中野先生からしっかり学んでいただければと思いますはいちょっと長い時間かかりましたけれども最後までご覧いただきまして誠にありがとうございますまたやってみました動画ご期待ください